金属 3D プリントで作ってみた。四角いフレームの4つの歯車のカラビナというものを思いついたので、まずはスケッチ。完成イメージはこんな感じ。そして設計。あとは 3D プリントを発注するだけ。 3D プリントは JLCPCB の 3D プリントサービスを利用しました。発注から 3D プリンティングを選択し、用意した 3D ファイルをアップロードするだけで簡単です。レジン、ナイロン、ABS、透明、フルカラー、そして金属など様々な素材から選択ができます。日本語サイトもありますので、英語が苦手な方でも大丈夫です。同様の方法で発注してみてください。JLCPCB の 3D プリントサービスの詳細は概要欄にリンクを記載しておきます。数日後、発注した 3D モデルが届いた。早速開封していきます。パーツを研磨していきます。
研磨したパーツを組み立てていきます。歯車にベアリングを装着します。ベアリングを装着した歯車を本体フレームに取り付けます。四角いフレームの4つの歯車のカラビナの完成です。歯車の数が偶数なのでちゃんと回りますね。フレームがわずかにたわむことで歯車の間を物体が通過し、カラビナのように使うことができます。2段階で引っ掛ければ鍵が落ちにくいですね。外注で 3D プリント、簡単で楽しいよ。よかったら試してみてね。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。あまねデザインでは 3D プリントによるデザイン造形研究の動画を配信していますので、動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。